葛西臨海公園に行きます。これからね、先にあっち行っちゃおうかなと思って。うわー、噴水気持ちいい。海、はい、成田の方に急ごうかと思います。じゃじゃん、もう雲一つない最高の天気です。イエーイ。ほら、もうね、雲一つない最高の天気。最高のお天気です。ちょっと待って、イエーイイエーイ、最高。こんな感じ。うわ、目回った。はい、チャ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 ね、めちゃめちゃいいお天気。それで今日33度だって。ほら、お天気もいいからさ、さっきね、海に行くって言ってたね、親子連れがいた。見て、駐車場もめっちゃ混んでる。ちゃ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 、こんな感じでね、最高なのよ。もうね、雲一つないお天気でね、最高。うわー、今日もね、アジサイがめっちゃ綺麗。アジサイめっちゃ綺麗。ちょっと待って、その前に今日は行きたいところがね、いっぱいあるのね。水族館も行きたいし、なのでアジサイは軽く簡単に簡単に上からちょこっと取るだけにしておきます。うわー、ちょっと待って間違えた。今日も綺麗です。アジサイキラキラ光ってかわいい。ほら、こんな感じで満開でめっちゃ綺麗です。はい、じゃ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 ん。イエーイ。熱い。じゃ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 。葛西臨海公園のあれがあるよ、フォトスポットね、じゃあここが、葛西臨海公園の、それでここがパークトレインの乗るところ。じゃじゃじゃーん。今日はこれからなのかな、スタートがゆっくりって感じね。あ、みんなあれかね、水族館行ってるのかな。じゃ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 ーん。水族館か潮干狩りかじゃじゃじゃ、こんな感じ。イエイ。ちょっとね、帽子かぶんないよね、眩しいのよ眩しいのよ。渚橋に着くんだけど、ちょっと待って、あ、そこパークライフカフェね。クリスタルビューがさ、オープンしたのよ。だからちょっとクリスタルビュー行ってみる。
ね、ほら、ちょ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 、またね、パークライフカフェからのね、眺めも最高だもんね。ね。ということでね、あのここはね、あのハワイアンフードがね、楽しめるのよ。あのロコモコとかガーリックシュリンプとか、あとなんだっけな、オムライス、ハンバーグのオムライスとかね、いろいろカレーとかいろいろあるよ。それでコーヒーがね、ハワイのコーヒーをね使ってて、すごくね美味しいので、ぜひ皆さん行ってみてください。おすすめ。じゃじゃじゃー、うわ、水族館めっちゃ混んでるな。めっちゃ並んでる。じゃじゃじゃー、めっちゃ並んでる水族館。うわー、綺麗だなー。あ、クリスタルビューからの眺めも絶対綺麗だと思うよ。よいしょ。今日さ、日傘持ってきたんだけどさ、ちょっと待ってね。じゃじゃじゃん。こっからのね、クリスタルビューの眺めがね、めっちゃ綺麗、美しい。うわー、すごいな。ちょっと待ってね。あ、向こう側がスロープになってるね。じゃあスロープになってる方から行こっかね。待ってね、全体が入るなんて、この辺かな。あ、この辺だね。 OK、 じゃあ一旦向き変えるわ。はい、クリスタルビューがオープンしてます。ルビュー綺麗。そっち側が階段で、ちょっとリング荷物があるからさ、スロープがあるからスロープから行ってみようかな。どういう風に行くんだろう。うわー綺麗。やっと入れる。なんかね、今週の、ね、金曜日からオープンだったのか、昨日からオープンだったのか。エレベーターがある。エレベーターがあるらしい。どこ？あ、エレベーターあった。よし。はい、こんな感じ。入ってすぐのとこにね、エレベーターがあります。あ、いい匂いする。あの、新しい建物の匂いがする。よいしょ、うん、イエイ。今日はね、結構波が強いみたい。
ママちょっと仕事でお弁当買えるもんね。展望広場、展望広場のところの見てみて、今日がすごい綺麗、ね、今日は風が強くて結構波が立ってる、西成さんの方、東成さんの方がもっと波がありそうだな。じゃじゃ、あ、ここは何だろう。あ、ここで何かやるのかな。ほら、なんか座れるようになってるよね。あ、涼しい、涼しい。おー、すごい。うわ、かっこいいね、ここ。じゃ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 ーん。正面に見えてるのがじゃじゃじゃん、あのドーム型のやつね。このドーム型のやつがじゃ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 ん、水族館、水族館。じゃじゃん、あとなんかね、こうバーベキューできるみたいね。バーベキューね、いいね。あと東渚は、鳥とかね、野鳥とかを守るために、あの保護地区になってるので立ち入り禁止になってます。入れません。それで向こうの奥の方に見えてるのがディズニーリゾートです。ちゃ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 ん、ディズニーリゾート、こんな感じ。イエイ。うわー、いい感じね、すごいね。あとあれは見えて、見て見て見て、ここのあの芝生もすごい綺麗。じゃーん、こんな感じでね。あ、ここ下でもバーベキューできるのかな、ここね。この辺はずっとバーベキューエリアになってるみたいです。じゃ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 ん。うおー、すごい、もう最高だね、最高。イエーイ、最高、最高です。Thank you.
ープになってて、スロープで見えるかな、スロープで見れるようになってるので下っていきます。じゃあ突然、わあ綺麗だね、すごい。もうねこれね、なんだっけな、ジョギングコースがあって3キロのジョギングコースがあるらしいよぜひ皆さん興味のある方はジョギングコース回ってみてはいかがでしょうか。うわ、あ、ここは行けないのか。こんな感じ、あ、こうなってんだ。イエーイ。ここもねスロープになってて下り坂になってる。イエーイ。最高だね。暑い。じゃじゃじゃーん。イエーイ。あ、ここになんか見て見て、葛西の水辺の移り変わりですって。水辺とともにあった暮らし、江戸時代から昭和初期までの葛西。葛西はかつてのどかな漁村でした。波間にはアサリやハマグリ鳥の船が何百艘も浮かび、陸には海苔を干す漁室が連なっていました。豊かな海の幸が浜をにぎわせ、人々の暮らしを潤していたのです。だって、はい。それでこ向こう側は鳥とかお花とかすごいね。そう、野鳥がね、いっぱいいるんだよね。バードウォッチングとかできるもんね。すごい。じゃじゃーん。イエーイ。熱い。なんか汗がさ、目玉の中、目の中に入ってきちゃって、ちょっと痛い。熱い。そう。ここは休憩ホールになってます。こっちが出口専用です。じゃじゃじゃん。エビとアボカドのホットサンド730円、厚切りベーコンのホットサンド720円。だっておいしそう。あと何、チョコ&ナッツチュロスサンデーだって。ミックスベリー&バナナ。テラス席はペット OK だそうです。すごい。わあ、もあるみたい。コーヒーもあるよ。テラテとか。後で来よう。あとこれ一つもらっていこう。これ。こちらマップもらってきます。あ、ちょっと待って。写真撮るの忘れた。クリスタルカフェ、クリスタルカフェだそうです。すごい。あ、防災広場もあるんだね。防災広場には自販機がある。
映えるね。すごい綺麗。ちょっと待って。があってさ、もう最高。あともう花壇も超綺麗。ほら、ね。ちょっと待って。じゃじゃじゃーん。最高だわ。テント持ってデイキャンプしてる人が多いね。午前中で結構ね、こんだけ。あ、でもね、見て見て、先週と比べてさ、やっぱ今日の方がお天気がいいから、ビーチの方にキャンプ、あのテント持ってってキャンプしてる人が多い。デイキャンプ流行りなんだね今。
やっぱ昔と比べてさ、あのテントがさワンタッチでパカッて、あのジャケットに入ってくるからさ、それがいいんだろうね。今日はね、あのあれが東京ニュータッチがすごい綺麗に見えるよ。じゃじゃじゃん、いやー最高。凪で全然凪がなかったけど、今日は風も強いし、風が強いはやっぱりさ、凪がね、荒いよね。だから今日来た人はあまり、オーバーには行かないけど、でも最高、イエーイ、最高。Thank you.
がキラキラしててすっごい綺麗よ。わあ綺麗。